はい、わざりです。今日は僕の近所にあるカネセっていうスーパーでスイーツを買ってきました。で、買ってきたのが一応お店に並んでるスイーツは全種類買ってきました。まあこれが全種類ですね。というわけで、早速いただきます。じゃあ最初はエクレアから食べます。カスタードとこのチョコレートの相性がいいですね。次は丸ごとバナナ。丸ごとバナナはこんな感じです。生クリームとバナナ、あとこのスポンジケーキ、これ相性がいいですね。次はロールちゃんです。ロールちゃんの中身はこんな感じですね。生クリームがめちゃくちゃ美味しいです。次は大きなツインシュー。大きなツインシューの中身はこんな感じです。ホイップクリームとカスタードクリームですね。ホイップのカスタードはすごい相性がいいです。次はフです。フの中身はこんな感じです。カスタードクリームが入ってますね。すごい生地がふわふわで、あとこのカスタードクリームもすごい美味しいです。次はいちごのショートケーキです。いちごのショートケーキです。こちら山崎さんのケーキですね。いちごのショートケーキはもうスイーツの王道ですね。もう僕いちごのショートケーキ一番大好きなんで、めちゃくちゃ美味しいです。次はモンブランを食べます。モンブランはこんな感じですね。こちらも山崎さんのモンブランです。このマロンクリームがめちゃくちゃ美味しいです。次は濃厚カスタードのふわとろスフレチーズケーキです。
な感じですね。いや、これもめちゃくちゃ美味しそうなケーキです。カスタード風味のチーズケーキで美味しいです。次は釜焼きタルトレアチーズです。こちらはモンテールさんの、スイーツですね、チーズタルトですね。めちゃくちゃもうタルトがいいですね。サクサクのタルトとこのチーズの相性が抜群です。次はベイクドチーズタルトです。ベイクドチーズタルトはこんな感じですね。うん、甘さ控えめなチーズで、あとタルトが、との相性が良くて美味しいです。次はガトーショコラをいただきます。ガトーショコラはこんな感じです。すんごい濃厚なチョコレートケーキですね。すごい美味しいです。次はチョコっとティラミス。このチョコっとティラミスはすごいしっとりしていて美味しいですね。次はプチモンブランです。じゃあ次は絹ごしプリンです。次はカスタードプリンです。次は滑らかプリンです。はい、というわけで金末さんに売っているスイーツ全種類完食しました。ごちそうさまでした。スイーツこれだけ食べれて、美味しかったです。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。以上、川沢でした。